ドラゴンボールスーパーカードゲーム大決行。Hi everyone、 バンダイの鈴木六志です。はい、同じくバンダイの多田雄太郎です。この番組はドラゴンボールスーパーカードゲームの新情報やカード制作の裏側を紹介したり、ファンの皆様と意見を交換して DBSCG の世界をより楽しんでいただこうという番組です。本日第3回は、はい、いよいよ UW6 弾発売間近というタイミングでの配信となります。はい、はい、なので今回はこの UW6 弾で初登場となる新キャラクターの紹介なども、はいはい、していきたいと思います。また新情報も持ってきておりますので、はい、それでは最初のコーナーに参りましょう。今回 UW6 弾ではメインテーマであるサイヤ人たちだけではなく、あのダークエンパイアサーガから新たなキャラクターのフィンが登場いたします。はい、リーダーだけではなくて他にもいろんなカードで収録されております。はい、いや、いいですね。このフィンというキャラクター、比較的新しいキャラクターから思うんですけど、改めてどういうキャラクターかなというのを紹介してもらうことできますか。はい、ではこのフィンというキャラクターなんですが、彼はですね、暗黒帝国にいるトア、彼女科学者なんですけれども、彼女が作り出した人造人間、さまざまな次元世界の戦士たちの細胞を取り組んで作られた戦士ということで、まあ、ちっちゃくてなんか一見ちょっと可愛いような感じもするキャラクターですけど、めちゃくちゃ強い。このフィンの何が一番恐ろしいかと言いますと、吸収という、ブーがいろいろな戦士を吸収しています。このフィンもまた吸収という力を持っておりまして、まあ、敵の特性だったりとか能力を自分のものにしてしまうという恐ろしいことを持っているキャラクターになっております。だからカードを下に入れていくような効果になっている。そうなんですよ。こちらがですね、相手 のバトルエリアのカードを下に入れていって、で覚醒した時すると、その下にいるカードを相手のエリアに能力を奪った状態で戻していく、まあ、相手の能力をまさに奪ってしまうフィンらしい能力になっているわけなんですよ、はい、こちらの、ね、フィン、新しいカードたくさん収録されていますので、ぜひこれらを使って新しいデッキを作ってみてください。はい、はい、それでは次のコーナーに参りましょう。はい、こちらのコーナーでは DBSCG の新商品について紹介していきたいと思います。はい、でもロクさん、はい、もう結構情報も公開してますし、まあ確かに UW6 弾もう結構出していっておりますが、まだ大事な1個ありますよね。今回4周年で6弾ちょっと特別なことしてますよね。シークレットですね。そうです、シークレットレアカード、はい、今回ね、いつも3周年のところを4周年に合わせて4種のシークレットカードが、はいはい、収録されておりますね。今ちょうどね、ここに3枚あるんですよね。はい、はい、これもね、やっぱ4という数字にとことんこだわって作っておりますので、全カード4キャラクターが描かれていると。 SS4 のゼノ戦士、これもね、4周年に合わせた SS4 のゼノ戦士が描かれたカードに、悪役のサイヤ人たちと、そうですね、そして女性サイヤ人と、これだけでも素晴らしいシークレットレアカードなんですが、今回ね、4枚ということで1枚特別なシークレットカードが入っています。それをお持ちいたしました。はい、そのカードが、はい、こちらです。パンゼノです。はい、かわいいですね。パンゼノというキャラクターもね、今回初登場になります。うんうん、まあ、彼女もゼノ戦士たちと同じこのタイムパトロールとして暗黒帝国と戦っているキャラクターなんですが、今回満を持してシークレットカードやカードになりました。かわいいだけではなくて、やっぱりシークレットですから、そうです、強力な効果を持っております。このカード、自分と相手のバトルカードが多ければ多いほど、まあ、登場コストが減るので、まあ、相手のバトルカードが山ほどあっても、山ほどあればより登場しやすくなると。でしかもこちらカウンターアタックになっておりまして、相手のそのターン中のバトルカードへの攻撃を止めることができる、で1枚につき2コスト軽減できるので、はい、4枚入れてれば、もうノーコストで出すことができる。はい、しかもですね、こちら登場した後はあのエボリューションブースター1段のシークレットカードのように、相手のバトルカードのコントロールを得ることができると。かなり形勢逆転ができる山盛りのカードとなっております。はい、高画面も頼もしいカードなので、ぜひね、これもデッキに入れて、はい、この子を中心にしたデッキなんかも考えてみてもいいですね、面白いかなと思います。はい、皆さんこちらのパンゼノ、そしてシークレット3種合わせてぜひ手に入れてください。 UW6 弾は間もなく発売となります。はい、ぜひ手に入れてください。それでは最後のコーナーに参りましょう。こちらのコーナーでは今回も皆様からの質問にいくつかお答えしていきたいと思います。はい、それではまず1個目の質問に参りたいと思います。はい、はい、あ、まあ確かにマシンミュータントだいぶ触れてないですよね。
まあ、そういう意見もあるかなと思いますね。出してほしいという意見は分かりますし、なのでね、いろいろこちらとしても、まあ、もちろんそういう声が多いというのも把握しておりますので、いろいろ参考にさせていただきます。参考にちょっと、まあ、今の詳しくはね、言えないんですけれども、いろいろ動いておりますので、ぜひお楽しみにしていただければなと思っております。それでは次の質問に参りましょう。はい、ドラフトボックス、そうですね、しばらくドラフトボックスもこの形で出してはいないんですが、まあ、完全にやめたというわけではなくて、またね、今どんどん新しい商品なんかも出してますので、たくさん出すぎても、ね、どれを買っていいかとか難しいかなとかも考えておりますので、またタイミング見て、そうですね、こういう意見をいただいた上で僕らも商品スケジュール、発売スケジュールを考えたりしますので、ぜひ、ね、引き続きこういったご意見どんどん送っていただければと思います。はい、今回の質問はこれで以上となりますが、今後もね、引き続きたくさんの質問お待ちしておりますので、どしどしコメントを送っていただければと思います。送ってください。はい、DBCG ダイレクト第3回これで以上となります。はい、今回はピンの紹介だったりシークレット、シークレットの公開だったりっていうところで皆さんでしたけども、いや6段、まもなく発売となります。いや楽しみですね。ちょっとやっぱシークレット4枚という豪華さも、そうですし、なんかサイエンシンをメインテーマにしてる段っていうのはやっぱいいですね。そうですね、なんか主役ばっかりな感じがしてるので嬉しい気がしてきます。はい、ぜひ手に入れてください。はい、Facebook でも引き続き商品情報をお伝えしていきますので、ぜひチェックしてください。はい、ドラゴンボールオフィシャルサイトのチェックも忘れずによろしくお願いします。はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。